はい、皆さん、毎度も音声のトムソンです。カズマです。よろしくお願いします。お願いします。本日はですね、三重県にある清廉寺湖というところに来ています。こちらはですね、自殺の名所なんていうふうに言われてるようでして、池にかかってる橋なんかも別でなんかスポットらしいので、周辺を回ってみたいと思います。はい、じゃあサプリメントの摂取ですね、していただきたいと思います。格上と限界を超えるためであるんですよ。うまい。はい、じゃあ行く前の握力測定ですね。はい、じゃあ頑張りたいと思います。そいや、あ、低いわ。59.5。 あれ、60切っちゃってるじゃないですか。エキスパンダーが悪いよね。雨も降ってきたしね。なるほど、はい、頑張りましょう。はい、はい、じゃあ行ってみましょう。はい、これが噂の、これがそうですね、弁天橋ってやつのはずです。確かに雰囲気はすごいよね。そうですね、うっすらとしかまだカメラは映ってこないですけど、ちょっと聞いて。はいはいはい。ナウイジンバルカットさん。先週ちょっとね、ユッケさんに謝ったんで、TikTok の AI が使えるためにスマホ1台買いました。これでね、ついに写真も撮れるよ。撮ってみて。なるほど、試しにね。ちょっと今ね、ナイトビジョンなんでうまく映らないかもなんで。なんかでっかい人がいるんだけど、これなんだろう。何、なんか手生えてますね。ね。なんだこれ。よくわからんな。ちょっとね、おじさんにはいろいろ難しいところがね。TikTok とかわからんからね。おじさんだから。さあ、現代の文明の力をおじさんを使いこなせるのか。なんかいる、なんかいる。多分ね、ここになんかいる。なんかいるよね。なんかいますね。明るい点だけ。 AI って難しいね。俺らほらアナログ世界を生きてる人だし。そうっすね。ゴーストチューブも活動してくれてないね。いるんだかいないんだかですね。でもすんごい雰囲気はあるんだけどな。そうですね、この塗装の剥げ具合とかもね、すごいっすよ。今のところでも人は出てきてないよ。あ、じゃあ今日はいらっしゃらないのかもしれないですね。ただね、湿度がやばいね。だいぶ深いですね。これで橋が終わりかな、反対側まで来た感じ。ゴーストチューブパイセンが喋らんで、とりあえずダムの方にも行ってみますか。そうだね、一回ちょっと行ってみようか。そうですね、このままちょっと向こうですね、うん、はい。はい、ダムの方来ましたね。めっちゃ明るいですね。早速ね、試してる。お、なるほど。あ、ダメよって言われた。なんかめちゃめちゃこうさ、ぼやけるんだよね。そうですね、さっきからこっちのカメラもわりかしピンボケがすごい。今はいないね。ああ、そうですね、こっちその柵もしっかりしてますし、めちゃめちゃ綺麗だね。そうですね。あ、なんかいる。何これ、シスターっぽい。でもさ、これさ、あれじゃない、八尺様みたいにでかくない？いや、確かに遠近感おかしくなってます。だいぶでかいよね。
出るとこと出ないとこあるよね。そうですね、その差がまた分かんないですね。実験で試しにさっき車を撮ってたら車には人乗ってた。そうなんですよね、車の中にね乗ってたんですよね。この後乗って帰るんですけど誰がいたねこっちはちょっと綺麗すぎて、なんか普通の夜道だよね。そうですね、あんまりなんかでも、ちょっと不思議な感じはあるよね、ここ。なんか他にはないよね、こんな。そうですね、まあ確かにこんだけ明かりも充実してて綺麗なところもなかなか。あ、なんかでもやっぱ人いるな、ポストみたいな。なんか変な小太りの、ね、この男性ですかね。昔セガのゲームでこういうのいた気がする。どうした？いや声が、いや建物いないよね。いないと思うよ。いや声っぽいのが今聞こえたんですけど。あともう一個なんか雰囲気あるとこあるんだよね。そうですね、もうちょっとダムというか池の周辺ですね、回ってみましょうか。そうだね、よいしょ。とりあえずですね、さっき最初に渡った弁天橋と本当に似たようなやつで、真っ青な橋がもう一個あったので、そこを往復一人検証で歩いてみたいと思います。そうですね一応ね、また両手塞がるんでスピボぶら下げてやるのでよろしくお願いしますスマホもね、旧型に戻したんで、これでやってきますね。はい、それじゃあですね、一人検証していきたいと思います。どうしてもね、両手が塞がっててライトもまともに持てないので、ちょっとだいぶんと見づらい映像になっちゃいますけども、ちょっとすいません、スピボ鳴らしますね。はい、じゃあこれで準備の方整いましたので、ごめんなさい、今完全に両手塞がってて、カメラもライトもゴーストチューブも持ってるので。さあ気を取り直して始めましょう。一応ですね、橋の手前のあたりでカズマに今、ナイトビジョンを使ってもらってですね、定点で撮影してもらってますので、もし後ろに何かいたら映るかと思います。え、今なんかガーンって良ければ少しお話ししませんか。聞く、お話を聞いていただけるということですか。ここ多分この精錬事故で一番雰囲気あるんじゃないかな。結構噂が流れるのは、弁天橋、赤い橋ですね、の方が噂は流れてるらしいんですけど、こっち、橋の名前わからないんですが、ここの方がですね、雰囲気すごいですね。一応ですね、端っこの方には到着したんですけども、これは、昭蓮寺橋というらしいですなんかでもこの雰囲気、旅底橋をちょっと思い出しますよねエリコさんがいるんですか、ここには。よければエリコさん、少しお話ししていただけませんか。ごめんなさい、画面が電気を持ってるのが限界になる。ス
ピボとかはもう全く反応ないですけども、食器棚、食器棚、食器棚ってあの食器を入れる棚ですよね。この辺に食器棚落ちてるんですか。そうですね、おー、すぐ橋は往復して戻ってこれるんですが、何さっきからずっと後ろからなんか音するんだけど、これ絶対この噂の元になってる弁天橋が絶対怖い。ここ今ですね、やっと、橋の方戻ってまいりましたので、カズマもあっこで定点で頑張って撮影してくれてます。悪魔、これ最後の最後で悪魔って言ってます。いや、なんとかですね、無事に戻ってまいりましたので、一人検証は終わりたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした？あっちの青い方の橋。いやね、なんかずっと後ろから気配があるんだけど、ね、まずね、カメラ。ここにライト。はい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 、はい。あの SLS。はいはい。スピボ。無理。そうですね、装備しすぎなとこありましたね。多分ね、弁天橋とかより圧倒的にこの橋の方が怖いよ。まあ、当然ダムも見えないし、ここから。まあ、そうですね、真っ暗ですもんね、うん、位置関係は。でどこ見ても明かりはないし、うんうんうん、完全に闇なの。確かに僕も日橋のたもとで、うん、ナイトミート、そう、背中を映してたんですけど、うん、特にこっちざっと僕の目には、うん、僕の目にはね、何もいないようには見えましたけど、ずっと後ろ俺気にしてた。往復どっちも。あとね、雨のせいもあって湿度が高いのと、やばいですね。俺ね、病み上がりなのよ。すごいね、変な汗がずっと出てて。いや、しんどかったです。まあ、ちょっとまあ早めに帰りましょう。そうですね。ありがとうございました。すでにね、手がプルプルしてんだけど。オートシェイクで。いや、マジでね、指プル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 してる。ちょっと握力鍛えちゃったっすね。絶対下がってるやん。じゃあ、いただきます。うまい。で、さっきから何か聞こえてる声は何？うなり声みたいな。ね、ずっと聞こえてるんだ。雪のせいじゃないですね、これね。なってるね。完全に。なるほど。帰ろう。そうですね。無理だ。はい。もうこの状態だからね。だいぶきついけど、頑張ります。いけますね。おじいちゃん。うっすい。ほら下がるわな、54.7 で。まあ。マジでダメだ。頑張ります。動画の方ですね、何か映ってたよとか、何か聞こえたよということがありましたら、コメント欄の方にお願いします。格上も限界も超えれなかったあなたは、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた次回の動画で、またねー。